皆さんこんにちは。今日は豚ヒレ肉を低温調理してサラダポークを作っていきたいと思います。はい、今回は低温調理器で63度1時間半温めていきたいと思いますので、先にスイッチを入れておきます。はい、スタートをしておきます。ちなみにこの低温調理器は Amazon で買った安い低温調理器です。どんなやつでも大丈夫です。はい、では今中で対流が多くて中のお湯を温めているんですけども、これが温まるまでお肉を仕込んでいきたいと思います。はい、今回こちらの豚ヒレブロックを使っていきたいと思います。 417g なので半分ずつ違うディスクで作っていきたいと思います。先にタレを混ぜ合わせておこうと思います。今回塩味とチャーシュー味の2種類作っていくので、まずは塩味から作っていきます。ジップロックを用意して薬味を入れていきます。サラダチキンの場合は薬味入れなくても全然大丈夫なんですけども、ちょっと豚肉は臭みがやっぱりどうしてもあるので薬味は入れるようにしてください。チャーシュー味でも塩味でも同じように薬味入れていきます。ネギの青いところ1個と生姜スライス2枚とあとニンニクスライスも2枚ぐらいですね。塩を小さじ2/3、酒を小さじ1、最後に砂糖も小さじ1で、ちょっと混ぜておきます。ではもう一つのチャーシュー味も作っていきます。先ほどと同様に薬味を入れて醤油を小さじ2入れます。お酒を大さじ1、みりんも大さじ1で、砂糖も大さじ1入れて、最後にこれはお好みなんですが豆板醤を入れます。全部入れました。これでもみもみして事前にタレを混ぜておきます。はい、でこれでタレが準備できたので、ではお肉を用意していきます。はい、ではヒレ肉切っていきます。でちょっとせっかくヒレ肉なのでヒレ肉から脂肪を取りたくないので、まあちょっと気になる油はまあ取ったり取らなかったりお好みでしてください。だいたい2等分にして、でも1回でこれ1個分食べれないので使い勝手良くするためにさらにこれを3等分ずつしていきます。はい、ではこんな感じで分けられました。では先ほどのタレに入れていきます。今日のタレとお肉をよく揉んでいきます。時間がある場合は冷凍庫で漬けておいてもいいんですけども、今回はすぐに温めていきたいと思います。はい、では63度になったのでお肉入れていきます。こんな感じ。はい、あとは1時間半経てば完了です。はい、できたので取り出していきます。はい、出来上がったら氷水に入れて急速に冷やしていきます。では出来上がったお肉を切っていきます。
な感じでしっとりと出来上がります。チャーシュー味はこのまま食べたり、ネギを加えたり、あとはお好きな葉っぱと一緒に食べたりしても美味しいです。塩味のサラダポークは、普通にまあ、和風のサラダとか、まあ、ネギのサラダとか、まあ、そういったサラダにですね、入れても美味しいんですけども、蒸し豚を使う料理で、韓国料理のポッサムっていうのがあります。そのポッサムのヘルシーバージョンとしても食べることができるので、今日はちょっとそういったアレンジを紹介します。ポサムの漬けダレを作っていきます。それではお好みの葉っぱを添えてあげます。これで包んで食べてあげる感じですね。続いてキムチも添えてあげます。最後に先ほどのタレも添えていきます。サラダポークポッサムの完成です。葉っぱで豚肉とキムチと先ほど作った漬けダレですね、こちらを包んで食べると美味しいです。はい、サラダポーク完成しました。低温調理器買ったけどサラダチキンしか作ってなくてもう飽きちゃったよっていう人だったり、あとまだ低温調理器買ってなくて買おうか迷ってる人も、サラダチキン以外にもこういった使い方があってとってもしっとりと美味しくできるので、ぜひ試してみてください。はい、それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。To be honest, I don't really need to be fair. To be honest, I've been caught up in the deep end.